次に篠原豪君、はい、篠原君、は私も、えー、ありがとうございます、えー、自衛隊の中東の派遣の問題についてですね、しっかりとお伺いをさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。あのまずですねあの、イランの核合意離脱後の米国とイランの一触即発の危機的状況から、えー、ちょっとどういうふうに見えているのかなというところ、そこから質問させていただきます。 あの政府はですね。10月18日に。中東へ自衛隊の感染等を派遣する検討を開始する旨を発表しました。で、その背景にはトランプ政権が昨年5月、一方的に国際的な核合意から離脱した事件があります。私はそう思っています。で、この離脱を起点としてですね。なぜならばアメリカは経済制裁を復活させただけでなく、新たな制裁を課しつつ。 今年5月2日には、国庫収入の約4割を占めるイラン産原油の輸出を全面的に禁止したわけです。でさらに、軍事的にも米海軍の原子力空母、ジョン・ステニスを中心とする空母打撃,打撃軍をです、ね、ペルシャ湾に入れて、そして核弾頭を運用できる B52 戦略爆撃機をカタールの基地に投入するなど、イランを対話に引き出すために、 最大限の圧力をかけ続け続ていると思いますしかし、イランのですね最高指導者のハメネイ氏は、対話を拒否して、対話の糸口さえ見つかりません、緊張は高まるばかりで、ホルムズ海峡周辺で石油タンカーなどが攻撃を受ける事案等が続発しています、でそしてアメリカはえ一連の事件にイランが関与していると主張しているわけです。でこの偶発的なな武力衝突を招きかねない 一触即発の危機がです、ね、今、ついている中で、6月20日にはイスラム革命防衛隊が、同国南部のホルムズガン州のオマーワン湾近くのイランの領空内で、米海軍の無人偵察機グローバルホーク、RQ4A を迎撃しました。これに対して、トランプ大統領は米軍による報復攻撃を承認しましたが、直前に承認を撤回して、まあ、幸い犠牲者を出す事態には至りませんでした。 しかし、米軍はイラン軍のミサイルやロケット発射を制御するコンピューターシステムへのサイバー攻撃を実施したと他されているほか、7月18日にはイランの無人偵察機を同海峡で撃墜されたとされています。でこういった状況から見ますと、本格的な武力衝突には至ってないにせよ、米国とイランの間には敵対的行為が常態化しているので、両国の間はすでにですね、 国際的な紛争上武力紛争の状態にあると考えて差し支えないのではないかと考えています少なくとも平時では決してないと思いますその中でお伺いをしてきます米イラン両国とも戦争は望まないとしていますが以上のような軍事的緊張にある米国とイランは既にですね国際法上の紛争当事者と言って差し支えないのではないかと思います この点についてです、ねえー、外務大臣のご見解を伺います茂木外務大臣。まずあの、委員のご指摘にありました、あのまあ、どちらが原因で,です、ね、まあ、このような緊張段階が高まっているかと、まあ、この、まあ、イラン、アメリカの問題もそうですし、えー、パレスチナ、イスラエルでもそうですけど、切った起点によるんですよ、切った起点によってです、ね、どちらが始めたかということになりまして、 第一次十字軍の時代から始めれば、えー、ヨーロッパ側がやったと、こういうことも起こってくるわけでありますけれどあの、まあ、いずれにしてもあの中東情勢が深刻度を増していることを、まあ、強く、まあ、懸念をいたしております。まあ、中東地域は、まあ、地政学上の、まあ、要衝に位置しまして、原油、えー、天然ガス等のエネルギー資源を世界に供給する重要な、えー、地域でありまして、えー、この地域の平和探偵は、 我が国のののみならず世界の安定に直結をすするものでありますあのご指摘の紛争当事者、これにつきましては、我が国はご指摘の事案の当事国ではないわけでありまして、本件をめぐります個々の具体的な事案について、詳細に確認することはできないため、本件に係る国際法的な評価について、我が国として確定的に申し上げることは、 困難であります、まあ。いずれにいたしましても、我が国としては、中東地域の緊張緩和に向けまして、引き続き米国、まあ、イランを含みますさまざまな関係国と連携しつつ、粘り強い外交努力を継続していきたいと思っております。篠原豪君あの、紛争当事者というのは、公選権を行使している国または国に存ず,ずる組織を意味します。 でその軍事総統したは国際法上言えるかどうかという評価を日本がしているのかというのは、これは言うことができるんだと思いますで、それができないのはなぜ言えないかと思います、じゃあ、聞き方を変えますけれども、この互いの無人機を覚え、えじゃあいいです、どちらかの時点でおっしゃるんであれば、この互いの無人機を攻撃した行為は、これは武力行使と言えるのか、ここで言う武力行使とは自衛権の行使を意味します、いかがでしょうか外務省、高橋中東アフリカ局長。 お答えいたします今、大臣からも答弁いたしましたとおり、我が国はご指摘の事案の当事国ではございませんので、本件をぐる個々の具体的な事案について確認することができません。従いまして、本件にかかる国際的な評価について、我が国として確定的に申し上げることはこんなでござい篠原豪君あの、これがです、ね、無人機を迎撃した行為が武力行使でないなら、アメリカが報復攻撃と主張としたのは、これは明確な国際法違,違,反違反になるんです。 なるんです、すこれをですね、えー、なぜなら、アメリカによる自衛権行使の国際法上の正当性は、イラン側の行為が武力行使に相当することが前提だからですけれども、それで間違いないんじゃないですか、どうぞ。高橋重東アフリカ局長お答えいたしますあの、この事案に関しましては、ですねイランは米国の無人機がイラン領空に侵入したためあの、米無人機を撃墜したために説明をしております。一方で米国は 当該無人機がイラン領空にいたとのイラン側の説明、誤りであり、国際空域における米国アセットに対する攻撃であった旨、説明をしております。従いまして、繰り返しになりますけれども、我が国が当事者でない第三国間の事案について、我が国として法的評価を行う立場にはないということでございます篠原剛君。じゃあ、聞き方変えます、仮にです、ね、アメリカとイランとの間で本格的な武力行使、衝突が勃発した場合です、ね、派遣された自衛隊の艦艇等は、今回、撤収することになるんでしょうか。 河野防衛大臣あの家庭の質問にお答えすることは差し控えますが、今般の検討にあたっては、中東における我が国に関係する船舶の航行の安全確保に資するものとなるよう、しっかり検討していきたいと思っております篠原豪君、あの今、こういう状態が起きているんです。それでえー 武力行使でないならば、ですね、無人機を撃墜して、アメリカが報復攻撃をしようとしたのは、これは明確な国際法違反になるし、これが衝突がどん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 、撃ち落としてるんですよ、これ、実際に武力行使じゃないですか、撃ち落としてるんですから、武器使って。で この状態においてです、ね、これが激化していくということになると、このように持っていく、それで,で調査研究による派遣をです、ね、海上警備行動による派遣も平時を想定しているので、これ、活動の余地はないんです。それ、もし仮になったときはないということは答えられるんです。ですので、これはちゃんと答えていただきたいんですが、時間がないので指摘しておきます。できないんです。活動の余地はありません でえー、なんでこれをお話したかというとです、ね、この米軍の,このグローバルホークのが迎撃されてもです、ね、アメリカ、報復攻撃が実施することができませんでした、なので、そこでこのアメリカは戦略的な手詰まりを解消するために、中東のイラン沖などを航行する民間船舶を護衛するために、同盟国の軍などと有志連合の結成を目指す方針を表明したんだと思います。これが 米中央軍が主導する軍事,作戦軍事作戦のオペレーションセンチネルです。でこのオペレーションセンチネルに同盟国が艦船等を派遣をし、アラビア湾、ホルムズ湾、バーブマン、アルマ,マンデブ海峡、オマーン湾の公海の航行を安全確保するというのが、これ、目的になっているんです。こういう状況があって、今のようなことが起きたから、こういうふうになっているんです。で、そこにですね、5月2日、えー、いいですじゃあ,あの、少し具体的にお伝えします。 5月2日にです、ね、アメリカの運輸省の開示専門機関、これは米連邦開示局、MARAD はイランもしくはイランに同調する近隣の勢力やが航、公海バブエル・マンデルブ海峡、ペルシャ湾で、米国や米同盟国に対し、何らかの行動を起こす可能性があるということを警告しました。でその直後にです、ね、6月13日に月日本来院からもありましたけれども この国家コレージャスの東京に本社がある国家産業のパナマ船籍の運航中の,このタンカーが攻撃を受けました。 でポンペ米国務長官は、イランやその関係者による米国や同盟国への一連の抗議の一つだと非難をして、そしてイランは関与を全面的に否定をしているわけですが、政府はどのようにこれを分析しているのかということは、私は伺いたいと思います。併せてです、ね、この事件はズバリ日本国をターゲットにしたものと考えているかどうか、教えていただきたいと思います外務省赤堀大臣官房時間お答えいたします。 政府といたしましては、国家カレージアスの事案を我が国の平和と繁栄を脅かす重大な事案として深刻に受け止め、断固非難するとともに、米国をはじめとする関係国とも連携しつつ、情報収集、分析を進めているところでございます。はい 篠原君聞き方変えます我が国の平和と安定を侵害する行為ということは、まさに日本を攻撃を耐え日本国をターゲットしたものと考えている、そしてそのことは今考えているけれども、具体的にはその情報分析を今やっている段階だから、だからそれが一定の評価が出たら、これ、先ほどもおっしゃってましたけれども、発表すると、こういうことでよろしいんでしょうか。赤堀大臣官房時間お答えいたします 本事案につきましては、我が国の平和と繁栄を脅かす重大な事案として受け止めているわけではございますけれども、そのことと武力攻撃と評価しているということとは別のことでございます篠原豪君。つまりですね、その日本はまだ米国とイランの間の国際的な紛争、えー、武力紛争に巻き込まれていない、したがって、えー、紛争当事者、したがって、公選権者として、えー、この権能を行使する立場にはなり得ないと。 いうふうに今はの段階では考えていますよということですか赤堀大臣官房参事官お答えいたします特定の事案が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかについては個別の状況に応じて判断いたします本事案につきましてはこれまでに狙われた情報に基づけば我が国に対する武力攻撃に該当するものとは考えておりません 篠原豪君まあ当然です、ね、調査研究、あるいは海上警備行動をするにはです、ね、紛争当事者でないことが必須条件だから、そんなことであったら出せるわけないし、それで日本国のえがターゲットになっている場合にはです、ね、これは重要影響自体の認定につながるわけです、その可能性があるで、そこには計画性、組織性が認められなければ、えー、これは、えー、防衛出動が可能になります。 認められれば防衛が可能になるるとということがあるわけですで仮に重要影響事態の認定につながると、我が国として軍事的な対応を取る必要が出てきますので、米軍や有志連合参か国の後方支援を行うことになりますが、じゃあ、もし仮にそういうふうにな,ったらなるというのは、どういうところが起きたら、その認定の鍵となる条件になるんでしょうか。赤堀大臣官官房参事官 答えいたします特定の事態が重要影響事態に当たるか否かについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、事態の規模、対応、推移等を総合的に関して、客観的、合理的に判断することになります篠原コ君、1977年に心霊防衛についてです、ね、あの初めて言われたことがあって、防衛費指導とみなされるかどうか、計画的組織的な行動であるかということが判断の一番の問題になるということを言ってますんで。 そここのとととろもです、ね、しっかりと見ながら考えていいいたただきたいと思いますでオペレーションセンチネルはです、ね、ホルムズ海峡など中東海域を国交する民間船舶の安全確保を目的とするとされ、一見警察座活動で、警察活動であるように見えますけれども、脅威の対象はイランもしくはイランに同調する近隣の勢力であって、決して海賊などの非国家主体ではありません。すで既に武力行使と思える事態も発生してます、今申し上げました。だって激迎撃してるんですから。 で一触即発の軍事的な緊張状態にあるのは、何度も申し上げますが、そういう状態に今、あるんですよ、でこの、まあ、新聞とかでも報じられてますけれども、米国はです、ね、イラン包囲網を形成して、さらなる圧力をかける意図があるというふうに考えられます、でつまり有志連合軍の活動はです、ね、純粋な警察活動でなく、軍事活動の側面を持っていて、 活動の一環として武力行使をする可能性も否定できないと,考えますでもと,もと、もともとですよ、有志連合というのは、国連安保理決議のお墨付きのない、お墨付きのない多国籍軍を意味しますけれども、1980年の政府統一見解で、目的、任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは、 憲法上許されないとされていますので、こうした有志連合に参加することは、武力行使の一体化の危険性があり、国際法上も、国際法上もですよ紛争当事者に加わることを意味すると考えますが、これは防衛大臣、間違いないでしょうか。河野防衛大臣 あのこれまでも繰り返し申し上げているとおり、アメリカが提案している、完全、か失礼海洋安全保障、インシアチブに、我が国として参加をせず我が国は独自の取り組みを行っていくこととしております。篠原豪君 まあそれ分かってるんですでなぜこうした質問をしているかというと、今回の自衛隊の派遣の一番の問題は、民間船舶の航行の安全確保を目的とした警察活動を行う前提で、自衛隊艦艇と派遣するとしながら、そうした活動はイランと軍事的に対立する米国との軍事戦略の一環として行われることにあるのではないか、したがって、自衛隊派遣の貢献性は、こうした軍事作戦の側面から、警察活動をいかに切り離してです、ね、実施できるかにかかっている。 そこにかかっていると考えているわけで、今質問を聞いていっているので、この彼の質問もですね、そういうふうな観点から伺っていきたいと思います。で、我が国の自衛隊関連等が中東で活動する前提は非軍事の。 警察活動であって、憲法9条で禁止された武力交渉を全当してとした有志連合に参加できないわけですから、憲法上我が国は米国やイランのいずれの側にも加担しない中立の立場を維持する必要があると考えてよろしいのか伺います。河野防衛大臣あの、今般の政府方針におきましては我が国独自の取り組みを適切に行っていくこととしております。篠原豪君。 でその中立かどうかは言わないけれども、えー、我が国独自の取り組みであると、これ、イランに対しても、米国に対しても、いずれの側にも加担しない中立の立場を維持する必要があるんですで、そこにはお答えになりませんでした、じゃあ、仮に中立の立場を維持してもです、ね、ペルシャ湾やホルムズ海峡等の軍事的な緊張状態にある地域で活動することは、 これ、武力行使の一体化の可能危険があるので、私はできないと思うんですけれども、それはできないということよろしいんでしょうか河野防衛大臣。あの今の時点で、えー、自衛隊のアセットをどのような地域に派遣をするか、検討しているところでございまして、えー、このペルシア湾やホルムズ海峡という過程に基づいたおご質問にお答えすることは困難でございます。篠原豪君 まあ今の時点だとです、ねえー、どこに行くか、調査中だから、えー、家庭の質問には答えられないということですが、あの家庭の質問を、ね、危険だと思っているから、こういうことが起きますよということで聞いてるんです。 別に具体的に何か国際法を無視して聞いているとかです、ね、こういうときにはこういう解釈になりますから、日本政府の立場はいかがなのですかということを国会で当たり前に明らかにして、それを歴史に、議事録に残していくというのは大事なので、そこはしっかりと政府の今の時点での見解はお答えいただきたいと思います。そしてイランとののの間でで緊緊張張が走らなないでペルルシャ湾やホルムズ海峡等の軍事的な緊張状態の地域に 自衛,自衛艦等をです、ね、投入することは現実的に本当にできると考えているんでしょうかねあの、どこから飛んできてもおかしくない地域ですよ、国際法上、軍艦をわざわざ投入することは、これは平和憲法を踏まえた判断とは到底思いませんから、だからこれの今の憲法上の解釈とですね、合憲性に照らし合わせて、どうですかという話を聞いているまで,で,すで、次の質問に移ります。 でこの、えー、米国の,です、ね、この海洋安全保障イニシアチブには参加せずに、今おっしゃってました、日本独自で行っていること、それは分かってるんです、しかしそう言いながら、引き続き米国と緊密に連携していくと言っておっしゃってるから問題なんですよ、全然話が違うじゃないですか、米国との緊密な連携にはそこで伺います、これは自衛隊による米艦船等の防護、自衛隊と米軍との間で弾薬等の物資や、これは駅も融通しや、じゃあ、協定。 この活用した米国への後方支援米、軍事情報の提供等は含まれているのかどうか、いかがでしょうか、検討されているのかどうかも含めてお教えを臣。あの自衛隊のアセットの活用方法について、今、検討しているところでございますから、具体的な内容を今の時点で申し上げるのは困難でございます、あの米国との連携の仕方についても、今、検討しているところでございます。しの 篠原豪君じゃあ、えー、聞き方変えます、政府はその武力行使の一体化に該当しないよう、米国との連携の正当性をどのように確保するか、どういうふうに努めていくのかということを、えー、ご説明願います防衛省、土道防衛政策局長。 まずあの繰り返しになりますけれども、我が国としてはあくまで独自の取り組みを行うということでございまして、米国が提案している海洋安全保障,全保障イニシアティブには参加をしないというふうに申し上げているところでございます。またあの、また先生はあの繰り返しあの、米国の,その海洋安全保障イニシアティブが武ブ力の行使を行うものであるというふうにおっしゃいますけれども、私ども、必ずしもです、ね、そうとは考えておりません。私どもそそれれに入ってていいいないわけですからそれについて あのご説明するのはなかなか難しい点がございますけどアメリカが言っている点について申し上げれば、中東における鍵となる航路における監視及び安全を向上するべく、ペルシアなどの対象海域での海洋の安定の促進と航行の安全確保を目的と実施されるものであるというふうに公表されていると理解をしております篠原豪君あ君、中立じゃなきゃ憲法上だめなんですよで、それが米国と緊密に、米国との連携というふうに話を刺さるから。 それは全然中理ゃう、じゃあ、イランとも連携するんですかと、ね、イランともそ同じような形でやっていくって言うんだったら、別にその向こうのオペレーション戦地に参加するかどうかなんて話は聞いてないので、議論をずらさないでください。そ、えー、それはです、ね、あのそんな議論してたら 全然出せなくなくりですんであので、僕は普通にちあのまあの真っとうな議論をです、ね、この防衛は与党、野党なくてです、ね、しっかりやっていかなきゃいけないと思ってるんで、あの<生>聞かせて、聞かせて,かせて,やってます、はい、<俺>すみません、いえはい、ぜひです、ね、あのよろしくお願いをいたしますで自衛隊法に規定されている海上警備行動は、あくまでも海上保安庁によるです、ね、これ、警察犬行使の延長線上で行われるものですよ。で この国際法上にも非軍事の警察活動に当たると考えられるものなんです。で、海賊行為から我が国の関係船舶を守るために、海上自衛隊の護衛艦をかつて派遣したときは、当初はです、ね、海上警備行動を根拠にしたわけですけれども、それは海賊行為が非国家主体の行う不法行為であって、それを取り締まるのも、警察行為に当たるという理屈だったんです。 しかし今回は、我が国が関係する船舶が海上交通を脅かされるという事態の背景には、米国とイランの間の一発即発の軍事的緊張があるので、船舶等への攻撃には国家主体が直接関接に関与している可能性が極めて高いと考えられる。こうした情勢ににあって護衛官が海上警備行動を根拠に 民間の防護活動をするのは可能でしょうかもし可能するのであればその根拠を教えていただければと思います防衛大臣よろしくお願いします河野防衛大臣今般の検討において情報収集体制強化のための自衛隊アセット活用として想定している活動は情報収集でございます今後状況が変化する場合には我が国に関係する船舶の安全を確保するために 必要な措置について検討することとしており、この措置を取る場合には、海上警備行動の発令が考えられますが、現時点において、直ちに自衛隊アセットによる我が国に関係する船舶の防護を実施する状況にはございません。その上で、政府としては6月13日に、 ホルムズ海峡付近において、我が国の海運会社が運航する船舶が攻撃を受けた事案を、我が国の平和と繁栄を脅かす重大な事案として深刻に受け止め、断固非難するとともに、関係国と連携しつつ、情報収集、分析を進めているところでございます。したがって、えー、ご指摘の国家主体が直接、間接に関与している可能性が極めて高い情勢は家庭のご質問であり、 お答えすることは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げれば、海上警備行動は、海上における人命、もしくは財産の保護、または治安の維持のため、特別の必要がある範囲で行われるものでございます篠原豪君、まああの、仮にです、ね、これから可能だというふうに判断をしたらですね。 あのイランもしくはこのイランに同調する近隣の勢力からの攻撃である可能性が極めて高いと分かっていながらこれ断定できないので分からない間は武器使用もためないながらこれは本当にです、ね、その後にどういうふうにつながっていくのかということがありますのでこれ理論的にです、ね、これ破綻をしないようにしていただきたいと思いますし 中立の立場でこの武力行使の一体化の心配のない地域で活動可能であるということもその中立の立場ということすらも言わないわけですでそうするとですね誰のためにやってるんだという話になってくるんだと思いますでこれはやっぱり危ないんじゃないかなとこれ憲法上の問題も国際法上の問題もやっていくこと悪いことって決まってますからそこをですねやっぱり崩していくのは私は。 良くないんだなと思ってますので、今日の質疑をさせていただいていますであの。政府はです、ね、この中東地域における平和と安定、我が国が関係する船舶の、これ、先ほどの本題委員のところもそうなんですけれども、あえてです、ね、もう一度じゃあちゃんとお伝えしますと、10月18日にこの中東地域における平和と安定と、我が国が。 我が国に関係する船舶の安全の確保を目的とした情報収集体制強化のために、中東へ自衛隊艦船等を派遣する検討を開始する旨を発表したということは、これはずっと言われていることです、その際に、官房長官が先ほど大臣もおっしゃられたですね、活動の地理的範囲については、オマーン湾、アラビア湾、アラビア海北部の公海および、 アブエルマンデブ海峡東側の航海を中心に検討していくと、えー、されておりまして、河野防衛大臣も先ほどもそのことをおっしゃった,思ったと思いますが、10月24日の安保委員会で,です、ね、ホルムズ海峡も活動範囲から、えー、これは除外を排除をせずに検討を進めていくという考えを示されたと、えー、記憶してます。で、えー、これはですね、イラン内いマーンの領海を通過せざるを得ない つまり公開部分がないんです、ここには。そこをホルムズ海峡で国際法上、軍艦が調査、研究を活動することができるとお考えでしょうか。河野防衛大臣。あの <coughs> これまでも申し上げているとおり、今回、自衛隊のアセットを派遣する地域として、オマーン湾、アラビア海北部の航海、およびバブエル・マンデブ海峡東側の航海を中心に検討していくということを申し上げているわけでございまして、そうした地域を中心に検討していくわけでございますが、 どこか特定の地域を入れたり、あるいは特定の地域を除いたりということではございません、あのそういうことでございまして、また、この自衛隊が他国の領海において情報収集活動を行うためには、航行が継続的かつ迅速に行われ、 沿岸国の平和、秩序、または安全を害しないものを除いては、沿岸国の同意が必要であると考えております篠原剛君。じゃあ、聞き方を変えますけれども、これは無害航行に反するのか、反してないのかかかそれはいかがでしょうか河野防衛大臣。 あの自衛隊が他国の領海で活動する場合、沿岸国との関係で同意を取り付ける場合もあれば、無害通行という形で、えー、行う場合もお考えられます、無害通行という形で行う場合には、国連海洋法条約に照らして、自衛隊の活動が無害の通行という形で行われる必要がございます篠原剛君。はい、いやそう、そうなんですよ、その、家庭調査研究なんていうのはですね、 できませんで、これは沿岸国の防衛、または安全を害する情報収集を目的とする。行為は、これは国際法上領海における無害通行違反高校となるとされています。で、これはですね。この自衛隊の海外派遣は憲法のみならず、国際法を損失することが肝要だと考えてますので、防衛大臣におかれれば。 ここのことはしっかりやっていただけるというふうに、もし仮にそうなった場合には、えー、理解してよろしいんでしょうか河野防衛大臣あの。自衛隊のオペレーションは、我が国の憲法、国内法および国際法にしっかりと適合した形で行うわけでございます、はい、篠原剛君あの。ぜひですね、そういうふうにしていっていただきたいと思います。でえー、今回のですね あの中東の派遣、まあいろいろと問題が他にもあります。例えばですね、この。 先ほど、この自衛隊派遣のですね一番のもので、民間船舶の航行の安全確保を目指す警察活動、これ、警察活動が自衛隊の貢献性、こうした軍事作戦の面から警察活動をいかに切り離してということをお話をちょっとさせていただきましたけれども、例えばその、これまでですねこの非国家テロ集団の海上移動を取り締まる海上阻止活動、MIO の一環として、これ、2001年、これまで日本もですね、 同時多発テロ後、多国籍召喚隊、これ、タスクフォース150、150、CTF10150 というやつですが、編成されて、ホルムズ海峡周辺、航海からオマンワンにかけてのアラビア半島一帯で活動を継続しています。でまあ、これはご存じのように、日本も2010年1月まで自衛隊の休艦を派遣して、その活動を広報支援してきました。でさらにですね これは日本も参加するタスクフォース151はソマリア湾アデン、ソマリア沖アデン湾で海賊対使に当たってますで、そしてタスクフォース152は、ペルシャ湾内で石油施設の警護に当たってますが、まあ、有志連合軍はです、ね、あくまでも国家主体であるイランやイラクに同調する近隣の勢力からの航行、安全と確保する任務に、ね。 専念、えー、するということで、差別化されていて、まあ、日本は、えー、それとは関係ないという理解でよろしいんでしょうか河野防衛大臣あの先ほどから申し上げておりますように、我が国はこの米国が提案している海洋安全保障イニシアチブに参加しないこととしておりますので、 えー、そのイニシアチブがあどのように何をするか、お答えをする立場にございません篠原豪君。じゃあ独自派派遣されたあの護衛艦、これをされることになったときにです、ねえー、これ、活動中、ジブチ以外でもです、ねえー、補給を受けること、補給について伺います。でこれは、えー、と有志連合が参加国が使用する同じ補給基地を使うことになるのかなと思ってます。ななぜならばですね これは、えー、感染用燃料 F76 がた調達できる基地は、かつて給油活動で使ったこのフジャイラ湾などの限られている、えー、ところで、とえー、ところでしと重なるということは避けられないと思うんですね、でこの辺はそは有志連合が参加する同じ補給基地を、えー、我が国の独自がです、ね、の反対、えー、は、えー、使うのかどうかと、同じところですね、えー、そこはいかどうなるんでしょうか。 河野防衛大臣あの一般論として申し上げれば、あ自衛隊の艦艇が活動を行う際にです、ねえー、燃料、水、食料、その他の補給を行う必要があるのは、これは当然でございます。えー、現在、自衛隊のアセットをどのように派遣をするのか、地域等を含め、 検討しているところでございまして、どのような地点で補給をするか、まだ決まっているところはございません。篠原豪君あのジブチ以外でもです、ね、補給を受けることになると思うんですなぜかというとです、ね、ジブチ基地から今回の活動地域の一つに想定するオマーンまで、直線距離で2200キロメートルあります、哨戒機でも往復で8時間かかるというです、ね、そういう距離でありますので、途中の他国の基地で補給や補修をこれ、受けなければ、任務は これは遂行できないということになるんだと現実的に思います。で、私もですね。別に同じ補給基地を行うことが即、この武力行使の一体化に相当するとは考えていません。 けれども、これ一体化の、につながるきっかけになることは、大いにあるんじゃないのかなと、いうふうに思いますし。そういうふうに、また理解されることも、あり得るんじゃないかということを思ってますので。これはですね、まあ、理科での、理科に冠を正さない、という配慮をですね。ぜひ、お願いをしたいと、思います。えっ、ー、と、その点について、しっかりとした、で、配慮をしただけるかどうか、お伺いしたいと思います。河野防衛大臣。 あの先ほど申し上げましたように、どの地点で、えー、補給をするか、まだ決まったものはございません。篠原豪君あの物理的に見ればです、ね、そういう機種を使わざるを得なくなってくる、任務遂行できないですから、でそういうふうになったときに、今言ったようなです、ね、いきなり一体化はないかもしれないけど、一体化と思われたらどうなるかという問題が起きてきます、で今回、中東のです、ね、この自衛隊派遣ですけれども、これは有事、平時の境目の法制なんですよ。有事の時とき平事の時のときって分かってるんです。 どうするかとしかし今回、境目でやるので、今回、どのようなこの法解釈をするのかを伺いました、でこれはやっぱりしっかりともうちょっと考えていただきたいと思いますし、そのときにです、ね、今後もこの検討中ですけれども、憲法上の整合性をどう取るのかということが大切になってきます、ですので、今日はその観点から伺いましたけれども、また引き続きです、ね、お話を聞かせていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました 次に。